ハッピーニューイヤーユンタクラフテーナイト。ハイタッチだ。ユンタクラフテーナイト岡田浩太です。初めきでございます。さあ新年一発目の放送でございます。はい、いや明けましておめでとうございま す, います本当に嬉しい。ありがとうございます本当に。このユンタクやって3回目の、はい、そんなになりますか。新年ということで、うん、いや嬉しいですね。ありがたい。どうですか。はい、今年は。今年まだ始まったばっかなんで、その、はい、はい、意気込みというか。あ、意気込みですか。はいはい、やっぱ健康に。健康。そうそうそう。健康に。そう。ストレスフリーで。ストレスフリーで。はい。いや、お母ちゃんもとうとう、健康に気を使う。そうですね。もう去年はもう、ボロボロやったんで。ボロボロやった。右半身が、はいはいはい、中心に。はいはい。歯とかね。そうですね。歯がですね、はい、急に痛みまして。はい。ほんで、歯医者に行ったら、うん。2週間前になんか大きな病気とかしましたって聞かれまして、うん、はい、で特に心当たりなかったんですけど、うん、だからまあないですって言ったんですけど、うん、帰ってから、うん、ちょうど2週間前が、うん、ひろゆきとのディベートでボコボコにされたっていう。あったなー。 でそっからもう全然治らなくて病気が、はいはい、でまだ最近も言ってるんですよ。あれ9月とかですよね。ひろゆき8月29日、うんうんうん、29日とか。そう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 。で、そっから、うん、もう、根幹治療みたいなのしてたんですけど、うんうん、これちょっと、手に負えないかもしれないってなって、うん、根幹治療の専門の先生に変わったんです。おー、はいはい。歯医者内で。はいはい。ほんで、調べたら、うん、まあ、奥歯は結構難しいらしくて、はい、治療が、はい。で、結構難しいんですけど、どこが痛みますか、そもそもってなった時に、うん、なんか要は肩とか押さえてるじゃないですか。はいはい、確かに。肩とか、こめかみとかが、うん、なんかこめかみに関してはちょっと麻痺ってきてるみたいな。って言ってたんですよ。ほんだら、いや、これね、直接的な原因ないかもしれない。あら！って言われて、で、まあとりあえず、まあその関連ないこともないから、100%、うん、ちょっと一回様子見ますかって。で、口の中見せてくださいって言ってこう根幹治療始めた時に、その頬の内側にえげつないぐらい線できてるって言われたんです。頬の内側ね。内側に肉の方ね。だからね、肉の方に線がむっちゃできてて、これ圧線って言うらしいんですよ。圧迫する線かなんか で、はいはいはい、でこれはもうストレスかかりすぎてるみたいな。へー。その歯をギュッて出んだ。ずっと食いしばって寝てる時とかね、寝てるってなって、で口の中荒れてるみたいなって、なんかありますありましたみたいな。緊張してますみたいななって、はいはい、その呪いがずっと続いてるんじゃないかっていう。広域の呪いが。そう、全くないですけど、はいはいはい、確かに、なんか広域の夢とか見るなあ、それや。それ。寝てる時にさ、人って何十倍も歯を噛んでるから、だから歯が欠けてったら歯ぎしりってするでしょ。あれ歯と歯がすごい噛み合ってて、危な、起きてる時じゃできないから。あ、そうか。力って。だからマウスピースして寝る人結構多いね。ああ、それやらな。ちょっと。そう。なんか線できてます？うん、あんまできない。自分で見たことないから。なんか触ったら、うん、こう確かにここってでかく描くともうこんな感じ。へえ、そんなに。こう線。もう自分でも分かったんだ、見て。そう、触って、うん、確かにここ普通やと思っててさ、うん、みんなあるもんだと思ってたら、はいはいはい、なかったらしくて、うん、それで。ずれたり、関節ずれたりっていう話を聞いたら、うん、あとなんかそういうなんてほんまハワイ行ったら治るとかあるし、はいはいはい、急に、うんうん、場所変えるとか仕事全部変えるとか、うん、転職するとか、はいはい、確かに一回僕そのあばらの下、うん、あたりがずっとしびれてて痛かったんですよ、はい、しばらく2年前ぐらい。でもそのホルモン島田さんって、はいはい、群馬で焼肉やってるチャンネルとなんかコラボみたいにした時に、うん、バーベキューで群馬の森に行ったんですよ、うん、山奥の、うん、それを機になくなったんですよ。でその森みたいなんで治った。あ、フォレストだ。フォレスト、フォレスト治療。フォレスト治療とかあるんで、あ、そんなもんなんやってなって、うん、確かにそっからそんな肩痛ないんですよ。へ、フォレスト行ったの。また、いや、フォレストは今回行ってないんですけど、うん、そのフォレスト的な先生、うん、歩くフォレストに、歩くフォレストがいる話聞いた。
アルフォレストの声を聞いたら、うんうん、確かにちょっとそのスピリチュアルみたいなの入ってますけど、あマシになったなりましたね。そう。よかった。そんなんがあるんかなっていうので。はいはい。そう、健康。健康、ストレスフリーで。ストレスフリーで。今年ですね。そう。いや、私今年だから、はい、まず、もう、ラッキーカラーですね。ああ、確かに。先週、早草先生が、はい、今年のラッキーカラーはオレンジですよ、はい、っていうことだったので、今日オレンジを着て。確かに。普段あんまり着ないんですけど。ほんまや。はい。今日オレンジを着て、しっかりと。僕のラッキーカラー何でしたっけ？忘れました、僕。かちゃん個人のラッキーカラーってあったっけ？ないんか。多分ね、全体的なラッキーカラーが。あ、そういうことか。赤とか。びっくりした。あと、黄緑ね。黄緑やん。お、いいね。潜在意識に踏み込まれてるやん。そうそう、俺ら伝えよう。めちゃくちゃ応援や。めちゃめちゃ占い信じてる。占いがっつり信じてる。でも潜在意識だから。潜在意識。俺はちょっと意識してましたけど。ああ。俺の場合、今、どっちかというと、黄色か、このオレンジしか今、ちょっとレギュラーがないんで。あ、たまたま。たまたま。でも明るい色がいい。そうそうそう、明るい色がいいなと思って。来てるんですけど、まあそういったところでね、はい、はい、お母ちゃんも健康に、私ももちろんもう健康ですよ。確かにもうね、はい、もう本当あとはダイエット。62でしたっけ今。なんでそんなえ、何歩でしたっけ？39、39や。39でした。はい、なんで62？ 62。まあまあいいけど。359か、39という。39ということでね、はい、本当ダイエット、うん、もう改めて何回やっぱ年末年始でちょっとやっちゃった。あ、やっぱり。やっぱっちゃった。え、やっぱ太っちゃいました。あ、やっぱ太っちゃいました。完全に。やっぱその、クリスマスケーキ的なものとか。クリスマスケーキというか、嫁にケーキ作ったのよ。誕生日だったから。めっちゃいいじゃないですか。で、それが、準備がめちゃくちゃやっぱできてなさすぎて、うん、もうめちゃくちゃなんかベトっとしたケーキになっちゃったの。最悪や。もうそれ出したらもうめちゃくちゃブチ切れられて。いや、そう、もう切れられるやろ。はい。喜んではくれたなんか俺的には、なんかウケるみたいな。ああ。SNS にも載っけて、はいはい、うちの旦那らもありえないみたいなのやつなんか受けると思ったんだけど。はいはい、確かに。それ、なんか崩れたケーキとかもあったからちょうど。そうそうそう。あの高島屋でね。うん、あったうちでこんなことなってんのかそうそうそう。うちはこれ関係ないよ。そう今作ったばっかりのケーキがみたいな、うん。と思ったら予想以上にちょっと切れてまして。切れてたね。はい。これ言うか本当に迷ったんですけど、はい、このラジオ上で。これで切れられる。これで今12月今今日28日なんで、はい、これでちょっと浄化をして。余計切れられる、はい。来年に。私たちね、収録日は今日12月ですから。はい、そうです。はい、来年に向けるために、うん、私たちは今捨てるものがあるんですね。そう、確かに。はい、どんどん。2023年にね、残すものがある。そうそう。これやっぱ喋っといた方がいいから、うんうん。そういう仕事だから。パーソナリティって。確かに。はい。プライベートも全てがもう仕事になるから。これ聞かれてたりするんですか？いや、聞いてないと思う。あ、ほんま、うん、あんまり言ってくることないから。ああ。うん。結構前言ってる。でもたまに YouTube でうちの息子が見てるのよ。はい、いろんな子供のやつを。はい、たまに俺のユニットクラスで出てくるんだよ。あ、おすすめ。その時に息子は聞いたりしてんのよ。ああ、声が聞こえてくるから。そう、それをたまに聞いてる可能性あるけど、あんま長いことは聞いてないと思うから。まあちょっとこれも浄化ということで。はい。で、これね、言ってたのよ。おぎやはぎの矢作さんが、ほう。奥さんラジオ聞いてないんだけど、奥さんの友達が聞いてて、なるほどね、奥さんの友達が奥さんに LINE してくるんだって。なんかあんなこと言ってたねとか、こんなことあったねとか、はい、それで知って、気になるときは聞くみたいな、はい。そうならないことをちょっと願います。ありえます。願います。はい。はい、まあね。これは、あ、これはね、なんだろうねという、これ、これ、見たことないですか？あ、これなんか見たことあんぞ、これ。なんかあれちゃうか？はい。展示会で、そうなんですよ。ね、岡田尾で展示会行ったでしょ？行った時に。ある企業の。はい。そこの企業さんの、が出している。はいはい。で、絶好調さん。はい。中畑清さん。はい。絶好調中畑清ですよ、おなじみの。そうです、そうです、そうです。その、中畑清さんと一緒に作ってる、ほう。この栄養ドリンクです。めちゃくちゃすごいや。ルミナスネオ。これをですね、はい。今日、一パック。10本セット。1パック10本セット。はい、お年玉ということで、はい、ゴーヤーの皆さんに、はい、プレゼントということで。はい。ナッキー、勝俣さんが、ナッキーって持ってきてくれました。今日来てますけど。今日来てますか、勝俣さん。はい、亡霊となって。亡霊となって。はい。もう一回持ってきてくれました。亡霊な。1パック10。1パックですか ?1 パック。1パック ?1 パック。1でも2でも。2、2いける？いきますよ。じゃあ2でいいですか？はい。じゃあ2パック。これはプレゼントということで、はい。健康にね、もうちょうどさっきね、健康ってことも今、そうですね。リンク繋がりますね。すごい。でもね、大事なのはやっぱ味ですよ、味。確かに。ね。あ、この高麗忍者入ってるわ。これほんまや。イヨシコーラで見た。ね。別の飲料の名前を重くそ出してました。いや、もうイヨシコーラとかで被らないですから。
ちょっと吉原さんもね。はい。亜鉛が入ってんねや。そうだから、にもいいってことですね。しっかり言うね。正月からしっかり。マカエキスも入ってます。アルギニンとかも入ってます。はい。大事なんですね。そういうのも、はい、いっぱい入ってる。これはね、ドリームオンっていう会社が作ってますんで。はい、ドリームオンさん。はい。1日1本目休み。はい。1本でいいんですね。岡田さんの場合はちょっと1本じゃ足りないかもしれないですね。そうですね。はい。確かに、ガブガブ飲んでたな。もう一番の栄養補給。どうですか、うん、皆さん。うまい、うまい。もう1本いきたい。やっぱ飲みたなる。確かに量も、まあまあ多いですね。多い多い。他のこういう系と比べると。どうでしょう、岡田さん。味の方が。まだ飲んでないです。あ、いい匂い、はい、じゃあ乾杯してください。あ、乾杯、いいでしょ、続きましておきます。お願いします。うん、あ、うまいわ。うまい、これはもうぜひ。ちっちゃい子でもうまいんちゃう。ちっちゃい子も飲んでいいのかな、これ。いや、ダメなんだ。ダメなんだ。ダメなんや、ちっちゃい子、はい、何歳から。15歳。15歳以上、はい、15歳以上、はい、15歳以上、まあ未成年、未成年はね、親の管理のもとで飲んでくださいということですね。そんな、はい、そんなダメなの。でも俺昔栄養ドリンクになるもん。めっちゃ飲んでました。飲んで、俺小学校の時にバリクソ飲んでましたよ、うん。俺もめっちゃ飲んでた。味好きで。ちょっと。味うますぎないですか。うまい。うまいよね。はい、しかも量も少ないしね、うん。なんかちょっとプレミア感あるもんね。うん。なんかちょっと体調悪いと思ったらお父さんがもうこれ飲めって言って栄養ドリンク渡してくれてたから。出たわ、うん。やっぱ昔の人ってそういうガサツじゃん。へへ、うん。うちの親なんて4人兄弟末っ子次男だから、もう結構適当よ。育てられ方が。僕も末っ子やから、そんなね、そんなもんだよね。だから飲んでたんだよね。これ飲んでたら大丈夫だよ、こうだ。ガボガボ飲んでました。ね。美味しい。美味しいわ。これをちょっと今日視聴者の、まあ、荒野の皆さんにね、うん、2セット。じゃあ10本入りが2セットなんで、お二人様に当たりますんで。はい、素晴らしい。はい。で、応募方法などは、今日番組の最後になるのか。はい。もしくは来週なのか。そうですよね。プレゼントの発表がもう来週とか。かもしれません。来週とか。ね。いや、いつどうなるか分かりません、ね。分かんないです、ね。はい。だから皆さんもぜひ、最後まで聞いてください。はい。さあ、私たちね。はい。今12月末ですけど。はい。M1 グランプリ。あ、終わりましたね。終わりました。ついにクリスマスイブですか。はい。はい。どうですか、見ました。総称としては。え、投票としては。いえ、その、伊波さんの方が気になる。いや、ほんと俺の目線でいくと。はいはい。いや、伊波アイズで。いや、面白かった。はい、ただ一番笑ったのは正直、はい、決勝は獅子頭だった。あ、決勝の獅子頭さん。うん、いや、準決勝、敗者復活の獅子頭も超笑ったけど、はいはい。あれ面白かったけど、決勝の獅子頭もすごい笑っちゃったんだよ、ね。ああ、あれ上手かったなと思って。上手かったですね。なんかね、こう取り組み、あ、取り方確かに確かに。要は、スチュワーデスはダメなのかとか。はいはい。ハゲはいいのみたいな。はいはい、声が可愛いんだよね。声が可愛い。あれってね。こわ、ハゲはいいのってやつが。確かに。あれ結構引っ込まれちゃって。テンプラ的なネタでしたもんね。めっちゃおもろかったな。確かに確かに。いや、もう総評としては、敗者復活が、ルール変わったでしょ。ああ。非常に良かった。ああ、いいルールでした、ね。うん、もう前回と比べ物にならない。確かに。これこそ本当の敗者復活の選ばれしチャンピオンだと思って。確かに。来ているお客さんは1600人ぐらいいるんでしょ。その方のね、審査も良かったと思う。確かに確かに。うん。え、トム・ブラウン一瞬行ったかなと思ったんだけど。いや、僕も行ったかなと思いましたね。ね、あれはもしかしたら組変えて、最後は行けたかもしれないもんね。決勝行ってたかも。いや、面白かったよ、でも。ね。初めて俺もあんなちゃんと。見ました。昼から。ああ。夜まで。今年地上波でしたもんね、そうそう。ちゃんと。敗者復活の分も。ちゃんと見て、その後の敗者、あ、本戦終わった後の、なんか、リモネみたいな、はい、あの、千鳥さんが、あ、あの、打ち上げ会みたいな、あれも見た。めっちゃ見てるやん。1時間半ぐらい。沖縄は敗者復活も流れてるんですか？あ、どうだろう。流れてるんじゃないかな、今回って。でも YouTube ではアーカイブも配信されてるんですよね。沖縄の人は見てるのかな？沖縄出身とか出てなかったけど、結構今回のは魅力たっぷりだった気がしますね。うん、で、トップバッターの、はい、令和ロマンが優勝するという、すごいですね。中川家さん以来じゃないですか。ね。ほんと二十何年ぶりって書いてある。あ、そうだね。じゃあ初というか、うん、中川家さん以来ですね。うん。いや、もう決勝もね。あの、ヤーレンズ。すごかった。あれ、K ダッシュだよね。違うかな。K ダッシュです、ね。K ダッシュだよね、はい。結構ね、やっぱり僕たち、ホリプロコミュニティだから、いろいろライブでもゲストで来てくれたりとか、はい、やっぱその、いろんなライブで一緒になる、ね。確かに。僕らだってもう、毎回言いましたもん。どのライブ出てもやっぱヤーレンズいました。もう、
やし、もうどのライブで出ても、もう一番受けてるから、高垣さんとやっぱ言ってましたもんね。絶対決勝行くんじゃないかって。やっぱね、優勝しそうでしたね。ね、もう本当に、まあどっちがしてもおかしくなかったしね。うん、で、ヤーレンズね、多分ちょっと髪型と衣装を変えたね。変えてましたね。あ、スコットタイだったけど、あれ外したから、よかったかもしれない。ベッカムヘアみたいな。そうそう、ちょ変なね。変なベッカムヘアみたいな。変なベッカムヘアに。うちにも変なベッカムヘアに。勝俣さん、はい、勝俣さんと奈良原さんだけじゃない。ベッカムヘアの人。令和のこの時代は。令和のこの時代は。二人だけじゃない。あと井戸田純奈。あと井戸田純奈。あと週5パーク。まあまあいるな、ほんま。週5パークさんのベッカムヘアさ、はい、ずっと。20年以上。確かに確かに。ね、よかったよ。よかったですね。僕は結構好きだったかも。敗者復活がめっちゃおもろかったです、僕。うん。あの、スタミナパン。スタミナパンね、はいはい。めちゃくちゃおもろくて何回も、うん、終わってからも何回も見て、本当にうんちしてますね。ああ、はいはいはい。確かに。あんなネタをね。ね。あと、エバース。エバースね。あの、あれ何やったっけ、ケンタウロスの。うん、はいはいはい。あの、後ろだけでですね。そうそうそう。はいはい。前足は大丈夫なんで、ね。あれ、めっちゃおもろいっすね、あのネタ。うん。なんかその、合コンの時に、その、足をこう、避けて、はいはい。か、こたつ、から、掘りごたつ、ね、掘りごたつから出なあかんの時に、うん、なんで神座座ってんだよっていうところ、はいはい、すごいっすよ、ね。なんか3ボケぐらい凝縮してましたよね。はいはいはい、10秒間に、うん。いや、すごかった、あれ。へぇー。しっかりと。まあ、来年は。来年はちょっと。来年行くステージ、ちょっと今回見学したところですね。確かに。私もですね、来年はちょっともう。出るんですか？出ますんで。はい。M1 グランプリ2024。4!もうもうすぐですよ、言うて。もう、相方も決まりまして。ほんまですか？軽くネタもちょっと、アドリブでやってみましたんで。お、はい、もう確実にやりますんで。ただね、アドリブでやった時に、はい、どうですか？すごい難しいと思った。これが漫才かっていう。アドリブではまあ、むずいです、ね。うん、でも、アドリブでね、ネタ作る人もいますもんね。あ、いるね。詰めていくみたいな。はいはいはい、はい。まあ、ちょっとなんだろう、まだ全然詰まってないんだけど、やってみて難しいなと思って、はい、これをやるのかって思って、ちょっとドキドキしてきたね。言うてエントリーなんてもう半年後ぐらい。もう6月、7月ぐらいから始まるでしょ。ね。いやいやいや、もう。やば。すごいワクワクしながら。3本ぐらいいりますよね、もうネタね。いりますね。まあね。決勝だったら、でもストレートでいけば2本でしょ。ストレートでいったら2本です。ね、で、2本いけるの？あ、でも、次の日ノンストップでやることを考えると、やっぱ3本いったら、ね。いや、そこまで考えてるのか。別ネタ選んだから。ちょっとね、ちょっと変えた方がいくらあるんだな、おしゃれだなって思えるもんね。確かに確かに。まだこんなネタ持ってるんや。そうそうそう。そうそう。そういうのやっぱり必要だよね。確かにね。うわぁ。M1 ね。どうでしょう、お母ちゃんは見て。いやいや、すごかったですね。だから緊張してきましたね。見た後。あ、これ、難しいなと思って。うん、もちろんそのおもろさなんても大前提ですけど、うん、なんか対策みたいになってるじゃないですか、うん、結構。で、今年は、多分審査員変わったからか、うん、全然ちゃうくなかったですか、その。いや、わかります。決勝のメンバーの感じとか、うん。はいはいはい。なんかもう変なことがもう許されへんぐらいの。うん、あ、審査員ってのはその、準決勝までの審査員変わったんですか？全部変わりまして。あ、そういうこと？だから、その、さやかさんの3本目、うん、のやつ、最終のとかも、はい、もうちょいなんか、はい、受け入れられてた気しないですか、前の感じやった。なんか変なことがもう、あ、ちゃんとしてる。なるほどね。お笑いの大会に、ちょっとちゃんとしてほしいみたいな、はいはいはい、なってたから、うん、なんか敗者復活組の3組ぐらいが、例年は決勝に行った、感じがしたというか、うんうん、トム・ブラウンさんとか、はいはいはい、いや、そうっすね、わかんないけど何組か、うん、そうっすね、スタミナパンも行ってたかもしれないし、うん、ママタルトとかも、そうね、もしかしたらもうそのまま行ってたかもしれんみたいなコンビが、うん、なんか決勝にはいなかったですね、うん、なんかそれこそなんか2008年とか2009年の M1 見てる感じというか、そのノンスタイルさんとかパンクブーブーさんの活躍してた時もなんかこう、数とか、うん、なんかやつ、うん。なんで、6つって言われましたね。よりむず、うん、そう。なんか、キングオブコントの雰囲気とは全く違う。全く違いましたね。確かに、ほんまや。それめっちゃ思いました、ね。ほんまや。影山さんの、うん、そうそう、うん、あのおふざけ、M1 やったらちょっと、あれ何してんのみたいな。うん。だって、そのなんか、正統派
の感じ、まあ、M1 ってもともと ね、まあ、ね結構破壊あだから大吉さんがなんかチラッと審査基準を新しいこととかなんかそういうこか角度とかのコンビを見て、うん、今年は点数つけてますみたいな話をチラッとした時に、うん、実は大吉さんが高くつけれそうなコンビってあんまいなかったなるほどはいはいはい、はい、まあそうだよねおもろいそう考えたら確かにねめちゃくちゃ面白いけど、うん、なんかそういう意味わかんなみたいなのは志らく師匠が喜びそうな例のところは確かにあんまりなかったかもしれないですねそうだねむずってあんだけ10組も結構しっかりと4分漫才見たからね今年でもめっちゃあっという間に感じませんね一組一組俺も早く感じたんだけどあれなんなんやろえ、もう終わりと思ってほんまに時間短いとかじゃないですかあれはあれ4分だもんね4分去年も4分去年も4分です絶対4分ずっと4分なんかすごい俺も短く感じた短く感じもう終わりみたいなあれなんなんやろめっちゃ構成とかしっかりしてるからですかねみんなどうだろう短いとさあの大吉先生点数下げるでしょあそうなんですか去年あの3分40で終わったんで1点マイナスですみたいな感じだったああ4分の大会やから大会からちゃんと4分にもうより近くないとせめて10秒前後どっちかみたいな感じじゃないと、やっぱマイナスだったんだよね。あ、そうなんですね、うん。やっぱいい時に終わろうと思ったら短くしたら簡単じゃんね。そういうことか。そうそう。でも4分しっかり使うっていうところまで審査基準に入れてるから、大吉先生結構しっかりね。あ、そうなんですか。智子先生も、智子先生、ね。しっかりしてたよね。いや、まあ、ブレーってなかった。あ、智子先生ってあるね。うなばら。智子先生。まあ、今田さんは、智子って言ってね。智子って言ってたよね。呼び捨てで、智子って。確かに。はい。なんかね、今田先生。ドキッとします。ドキッとしちゃった。トム先生確かになんかそのほんまその次の日が日本放送の収録、うん、あはいはいポッドキャストあのあチュランチュランじゃんあチュランねチュランのチュランカップの、うんうん、アイドルのうんだからやっぱりもう M1 の話ばっかりしててちょっと見てるんだみんなでちょうどエレベーター乗ってた時に、うん、多分ナイツの花輪さんと増田岡田の増田さんと、うんスーパーバラードの竹下さんかな、はいはいはい、そのメンツやったか、うん、ちょっとあれですけど M1 の話してて、うん、もうなんかなん M1 って YouTube で1位から3位の順位出て発表されるじゃないですか、うんうんうん、あのその日の、うん、もう1回戦のそれに出ることが目的で出てる人もいるみたいな話してて、うん、それ確かにと思って僕らも正直 M1 3回戦の、うんあの YouTube に乗ることを目標にしてたんで、はいはい、そういう人もやっぱ出てきてんねやというか、うん、もうあそこ出たら売れる。確かにね。そうやな。みたいな戦い方がちょっと変わったというかね。うん、だからもう来年ですに再来年に向けてやるとかもあるかもしれない。おーい、なるほど。充電期間や。充電。さすがやな。おるじゃないですか、そういう戦略が。ね。ナイチンゲルダンスなんか5年間出てなかったんですもん。結成して多分。で、いきなり出て多分順々。準決行ったんだ。順々行って、2017年とかには出てって、うん、また出なくなってみたいな多分。なんかそういうやり方してた。いや、いいですね。面白い。おもろいな、考えて。いや、M1 の話はまだまだ続きますんで。はい。はい。それでは、そろそろ参りましょう。はいよー岡田浩太と、安田のユンタクラフテーライトはい、松本市長ね、はい、今日お電話する、もう話になってますんで、あいいですか、電話しちゃって、はい、じゃあ、音声通話で、松本さん、松本さん、市長、こんな忙しい時期に出てくれるんですか、確かに、師走の忙しい時期ですよ、これ、もしもし、伊賀さん、はい、松本市長、伊賀でございます、あこんにちは、こんにちは、岡田です。お、岡田さん。はい。また久しぶりですね。久しぶりです。市長、明けましておめでとうございます。まだ明けましてません。すみません。オンエア上は明けてるんですよ。ですね。はい。もうこれから今年は頑張りますよ。お、お。新しい一年。もう去年までのことは置いといてですね。はい。はい。前に進もうと思っております。なんかあったんですか？はい、なんかあったわけじゃないです。まあ、去年がいろいろありすぎましたので。いろいろありすぎた、はい、ねちょっと堅実に、堅実に。堅実に、コツコツと。去年もや、去年も堅実にやってたんですよ。はい、堅実にやってたけれども、はい、まあ、ちょっと、なんていうの、イレギュラーがあったので。まあまあね、そんなありますよね。今年は、はい、きっちりと。はい。
リカバリーの年にしたいと思います。でもリカバリーなんて必要ないですよ。もう市長は市長でね、まっすぐ進んでいただければ、これは浦添市、もしくは日本のためになりますからね。またまたそうやって、あれね、あれ、ほど、あんなが。急に、急に歯切れが悪歯切れが悪なりましたけど。いやー、嬉しいですね。嬉しいですね。ヤクルトもね、今年は最下位でした。うん、そうなんですよ。今年、去年2位。補強、去年2位。補強ありましたからね。はい、2位だった。去年 5位だ。5位ですよね。5位。5位、優勝から5位まで行きまして、もうこの5位もね、限りなく最下位と、もう変わらない5位でしたから。はいはいはい。まあしかし、ヤクルトファンとしては、この上下にアップする、アップダウンは激しいのはもう常ですから。うん。そう、そんなことで私どもは驚きません。はい。しっかり、今年はいい成績を残していただけると思ってますけど。しかもなんか聞いた話によると、浦添市民球場のブルペン練習場が、屋根がついたとか、うんそう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 。ちょっとね、陸上競技場が、うん、いろんな工事の関係で少し手狭になるので、はい、まあ、その分ちょっとブルペンの方できちっとやりましょうってことで、はい、まあ、ブルペンをきれいに新しくしたという感じですね。すげえ。はいはい。ちゃんとやっぱしてんねや、そうなんで。まあ、浦添市が、この、プロ野球選手にとっての、まあ、スタートラインである春季キャンプからしっかりとサポートをして、うん、その、東京に帰った後、はい、本戦に向けて、送り出すっていうことですよね、浦添市は。ね。そうです。そういうことになりますね。ですから、ペナントレースの、まあ、甲府町は、このキャンプにありと。そう。頑張っていきたいと思います。責任重大や。はい。で、今、浦添市には、はい、今まではなかった、アラクージュというね、僕たちが泊まったホテルが。あそこめちゃくちゃ良かった。いいですね、今話題の。はい、今話題の。いや、上のプールがめちゃくちゃ良かったです。またぶっこむね、ぶっこむね。これ、市長、これ、はい、普通の感想です。普通に。普通の感想。気にしすぎです。普通に聞けばいいんですね。普通に良くない。すごかったです。私はまだ泳いだことないですけど。はい。僕はもう泳ぎましたし、はい、あそこの朝食も、バイキング食べましたし、うん、もうしょっちゅう泊まってるんで、あそこに今。ぜひよろしくお願いしますね。いや、素晴らしい。話題にはなりましたが、ホテル自体はすごくいいもんですから、ね。いいですよね。木目調でね。いや、そうそうそう。好きな。話題になったホテルはここですかなんつってね。いいじゃないですか。宣伝にもなってる、はい。ヤクルトスワローズの皆さんは、今年からは、そこの荒くじに泊まってくれるんですかね。ね、いや、そこまでは行かないみたいですね。やっぱり、球団が泊まるのはいろんな条件があるみたいで。なるほど、なるほど。ミーティング場があるとか。そういうことか。動線の確保とか、いろいろあるみたいなので、はい、それは、まあ、少なくとも、今年はまだないみたいです。なるほど。いやいや、それはね、浦添市内でキャンプしてますから。そうですよね。泊まってほしいですけどね。もう一つ二つね、本当は欲しいですけどね、ホテルが。そうなんですよ。沖縄にこんなにいっぱいあるのにね、浦添市でなかなか、まあ、目立ってるのは一つぐらいしかないですからね。そうですよね。うん、しかもその泊まったホテルもね、意外と浦添市の中では結構端の方で、ああ、そうそうそう。結構下のコンビニも10時ぐらいに閉まるでしょ、あそこ。あ、閉まってますね。そうそうそうですね。ね、だからもうちょっとね、近くも栄えてほしいって本音ですね。私たち県外に今住んでる身からすると。便利なところにね。はい。うん、街の中というところ。あと道もね、道も混みますからね。あの辺り。そうですね。ね。まあでも非常に海も見えてね。はい。西海岸なんか綺麗でもありますし。本当に。ね、すごい、プールの方から見えた景色が。うん。すごい良かったもんね。すごい良かった。いいホテル。ぜひまた、はい、岡ちゃんも一緒にみんなで泊まりに来てください。あ、ぜひぜひ。行きたいですよ、市長。ありがとうございます。本当にお忙しい中。いやいや、二人をプールに誘う分には問題ないと思うので。すごい入れてくるじゃない。いやいやいや。誘ってください、プール。よろしくお願いします。はい。市長、今回、とはいえ、去年ですかね、はい、全国ニュース、ワイドなショーなどでも取り上げられましたけど、私たち、沖縄、浦添市民としてはですね、すごい前向きな気持ちで捉えてますんで、市長の頑張る行動、アイディア、いろんなプロの方を使って、動画作り、そういった攻めっていうのはすごいいいと思いますので、そうですね。はい。なので、これからもその気持ち、忘れず、決して、縮こまるのではなく、はいはい、攻めていきましょう。攻めるところは反省して、そう、はい、また攻めに転じると。そうです。今年はそういう一年にしたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、議会も、はい、いろいろあると思いますが、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、最後、ユンタクお聞きのみは、気をつけてね。はい、ありがとうございます。ユンタク聞いてる人に、最後メッセージお願いします。はい。皆さん、これからもユンタクラフテーナイトよろしくお願いします。一緒にこの場でユンタクしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、お忙しい中、ありがとうございました。
こちらこそよろしくお願いします。しますみんなで待ってるぞ。はい、ありがとうございます。松本市長でした。はい、失礼します。失礼します。ということで、はい、ありがとうございます。松本市長は、ほんまにだから35分、最後すごい、ま、巻いてた。巻いてた、はい。切りたいな、ぐらいの感じ。はい、ほんと、10分してもらえなくて。だから、はい、大忙しい。大忙しなんですよ。もうしかもね、分刻み。年末ですから、うん、さらにお忙しいスケジュールのこの時間だけはってことで開けてくれましたので。いや、素晴らしい。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。うん、じゃあ、そういうところで、はい、年内、今年一発目の、はい、提供読みを、岡田浩太さん、はい、お願いしてもよろしいでしょうか。はい。はい、この番組は、FM21 沖縄県浦添市のコミュニティラジオ局から、有限会社昭和厨房設備、株式会社氷組、フレッシュミート大城、株式会社レント、炭火焼き鳥ゆくる、沖縄スイミングスクールグループ、浦和畳店、フットクォーターズ、水晶鍋で食べるしゃぶしゃぶのお店、三別亭、眼中の扉、アイスがもたらす笑顔のために、ホーモスト、ブルーシール、北海道別海町ふるさと納税、藤田誠一郎率いる藤田金属、日本最東端のバス会社、根室交通、子供プログラミングスクールキッズエイト、以上各社の提供と公演浦添市で毎週月曜日13時から14時の1時間でお届けいたします。また YouTube 岡田とラジオでアーカイブ配信をしておりますので、日本全国どこからでも聞くことができます。今回のラジオは新年一発目も等身大でゆるくおしゃべりしていきます。やれまーす。はーい、いやー本当にこの新しい、はい、ラインナップがねこちらですね。はい、いいですね。ありがとうございます。岡田さん、スポンサーさん、はい、そしてですね、はい、今回は、新年、まあ、明けたということでですね、はい、いろんな、方々からメッセージも届いておりますので、はい、こちらもちょっと紹介したいと思います。お願いします。じゃあ、私から来ますか、はい、じゃあ。はい。はい、じゃあ、まず、根室交通さんから。根室交通さん。はい。本土最東端、北海道根室のバス会社、根室交通より。なんで入ってくれてんねん。よう考えたら。はい。根室交通より、謹んで、新春のお喜びを申し上げます。はい。根室交通では、観光シーズンに定期観光バス、のさっぷ号を運行しております。今年も皆様のご乗車をお待ちしております。はい。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。とことです。はい。ありがとうございます。いや、もう、最、通ったんですか。ね、真逆ってことですか。真逆です。すごない？鬼の真逆です。鬼の真逆でしょ。鬼の真逆さんがなんとほんでどさくさに紛れて北海道別海町も真逆やろ。そうですね。もう最東端、最東端の中の最東端のこの2つが別海町なのめちゃくちゃ端っこですもん、ね、端っこですよ。はい。なんでこの2つ入ってる、はい、まあいろいろやっぱりこういった応援してしたいという気持ちが、ね、うん、ありますから。ありがとうございます。はい、じゃあ次岡田さん、ここ沖縄スイミングスクール、じゃあ岡田さんお願いしていいですか。はい、はい、ユンタグラフテーナイトリスナーの皆様、岡田さん、伊波さん、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。株式会社沖縄県沖縄スイミングスクール代表の大安です。大安社長、さて去年は大谷翔平選手のドジャース移籍が大きな話題となりました。うん、北米プロスポーツ史上最高額の契約ということで、うん、野球少年たちにも大きな夢を与えたと思います、うん、実は沖縄県民はバスケットボールだけでなく高校野球の応援にも他県と比べて熱の入れ方が違います。甲子園は県民挙げての一大イベント、出身校でなもなくともみんなが応援します。沖縄、あ、甲子園決勝ともなればみんなが家や職場でテレビ観戦するので走っている車がなくなると言われているほどです、うん、私もアルプスでの応援の指笛を聞くと沖縄県民としての血が騒ぎ、応援に熱が入ります。この熱量がバスケットボールや野球だけでなく水泳や他のスポーツにも広がれば沖縄スポーツ界もさらに盛り上がると思うので、その一端を担えるように微力ながら尽力して参りたいと思います。ユンテクラフテーナイトを聞いて心を健康に、ガルフスポーツクラブと沖縄スイミングスクールで運動し体を健康に、2024年も沖縄スイミングスクールグループを何卒よろしくお願いいたします。あ、素晴らしい。確かに水泳でもね、水泳強い選手がいるんですよね。今中学ではもう全国で優勝してる子がいるので、おそらくまあ強化選手に入るんじゃないかっていう子もいますのでね。すごいや。はい。水泳って意外と年齢関係なくて、やっぱり数字なのよ。うん、タイムによってこの大会でこのタイムを出したから強化選手に選ばれるとかなるので、はい、本当も実力社会。中学生でも関係ないよ。もう60でも時間ですね。いや、今大安社長のメッセージ見ると、この人も、まあ、昔から本当ね中学から知ってるんだけど、
本当社長になったなと思うな。こんな丁寧な感じじゃなかったんですか。いや、こういうことを今彼が作ってるの見たことがないから。なんか彼がまあこういうのはやっぱ社長としてのすごいコメントじゃん。真面目な。そう。でも僕が会う時はそういうイメージですよ。ああ、もうしっかりとしてる。もう若い頃知らないんで。ああ、そうだよね。もともとそういう。もうそういう人。しっかりした方、はい。いや、今でも結構お酒も飲むし、はいはい、まあ前も出てくれて、うん、お酒飲まれるタイプと言ってましたけど、はいはい、すごいこういう、やっぱりその世間に出す時のメッセージとしては、はい、すごいご立派というか、はい、普段はちゃうみたいに喋る。普段はちゃうみたいに喋る。そんなことない。全然ちゃうと。いやいや、ちゃう。中学の時はむちゃくちゃ。中学の時ではもう、バスケットボールも。うんこ鼻につけたりして。いや、そんなことないけどね。いや、そういう感じで喋ってますよ。いやいや、だいぶ成長したな。だいぶ成長、上からだけどしたなと思う。感じ。だから、社長として、しっかり自覚してんだなって。いや、普段変みたいになってるから。いや、素晴らしい。いや、ほんといいやつですよ、ほんとに。ありがとうございます。はい、じゃあ次僕から行きましょう。あ、これ藤田金属。はい。藤田誠一郎さんからね。はい。新年明けましておめでとうございます。今年もフライパン野球をはじめ、フライパンを追求していきたいと思っております。暮らしを豊かにする金属としてより良いもの作りをいたしますのでよろしくお願いいたしますと。ああ、ありがとうございます。でよくね、なんで今年もフライパン野球を始めやん。これそれメインにメインじゃないもんね。来ない。フライパン野球っていうのは何ですか、くちゃん。フライパン野球というのは、はい、バットの代わりにフライパンを使って野球をするという新しいマイナースポーツですね。はいはい、実は去年12月にね。はい、千葉県茂原市で、はい、産声を上げたんですよね。そうです。千葉のほんま斎藤多分ですね。そうね、千葉の斎藤多分。九十九里だ、九十九里の場所で生まれたフライパン野球なんですけど、はい、これね、はい、藤田さんこれ、追求していきたいと思っておりますって書いてるじゃないですか。はいはいはい。実はですね、おフライパン野球にあるチャンネルからです、ね、おコラボ依頼が来た。なんですか、どこよ、おいおいおい。これで、どこやと思います。まあ、これ、そんだけ煽るんだったら、私分かりました。フライパン野球です。里崎。うわ、惜しい。元千葉ロッテ、茂原だから。全然惜しいっす。惜しい。正直惜しいっす。惜しい。はい、マジで。それぐらいビッグネーム。それ、当てていいっすか。うん。特産的。正解来ました。特産的でいいかな。こんな一番やばいっすよね。俺もう、鳥肌すごかったっす。まだ一回しかやってないやん。すごいな、それ。すごないっすか、これ。一回しかやってないっすね。特産 TV から、うん。で、野球じゃないですよって。うん。言ったら、うん、ノリノリで。フライパン野球ノリノリで。なるほど。野球じゃないですよ。フライパン野球なんですよってことに対して、理解してもらって、まあ、ノリノリですと。そういうことです。おなんで、ちょっと、こう、ちゃんと。はい。ほんまにちゃんとしていかなあかんくなってきました。やばい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 。いや、あの時ね、でもあの時も面白かったよね。面白かったです。ちゃんとね、球場借りて。そう。あ、本格的な球場だよ、うん。ちゃんと客席もあって。で、ボールはテニスボールなのね。そうそう。ああ、なるほど、はい。はい。これがまたね、いろいろ試行錯誤とか、試験を重ねて、うん、テニスボールの方が、なんか、面白いと。うん、あれ、俺思ったらグローブいらないかもね。そうですね。ただ、何やろ。もう、一塁への送球が、ちょっと、うん、グローブないと取れないですよね。そうか。そういうことか。ちょっとで、ね、も試行錯誤というか、あの水野さんからね、水野さんからグローブをそう提供してもらって、ね、提供してもらってきたんですけど、すごいっすね、20個、20個、そうそう。ただそれが、まあ、水野さんが悪いんじゃなくて、グローブのその性質上、うん、やっぱり最初硬い、硬い、うん、だから あれが柔らかくなりさえすれば、多分余裕取りやすいのか、取りやすいと思う。結構皆さんね、フライも取れないで、もうポーンってね、そう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 、跳ねちゃうから、跳ねちゃうから、そうそう、あれもろかったよね、そうそう、なんで。そういう感じでちょっとね、はい、いい感じになってもいますし。はい。ぜひぜひ。高木さんとも話したけど、うん、あそこ茂原じゃん。で、九十九里のうちら太陽の里泊まったじゃん、はい、前の日。だから太陽の里の、ツアーしてもいいなと思って。ああ、うん。フライパン野球ツアーみたいな。太陽の里さんがね、全面協力で。コンメーったら、だってホリプロコムとのつながり。はい。だからもうすぐつながるんで。確かに。あそこでちょっと前日ね、フライパン野球トークショーとルールブックやって、はいはい、皆さん見てもらって、はい、それでそのまま翌日移動するみたいな。確かに。こともできますね。全然できます。フライパン野球特産 TV。はい。これはぜひ、こうご期待ですね。はい。はい。じゃあ次お願いします。はい。はい、新年明けましておめでとうございます。三別邸さんからですね、並びにユンタグラフテーナイトご視聴いただき誠にありがとうございます。2024年リスナーはじめここに携わる皆様が健康で素敵な一年になりますよう、そしてユンタグラフテーナイトの飛躍を心から願っております、はい、日本一美味しいと言われたことがあるしゃぶしゃぶを準備して沖縄でもお待ちしておりますので、今年もよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。
あっちゃんね。あっちゃん。オーナーですよ、オーナー。あっちゃん。ほんまにでも、しゃぶしゃぶ、めちゃくちゃ美味しかったから、その、やっぱ未だにね、山出屋もそうですし、伊庭くんもね、うん、そう、もずくがうまいって。はい、もずくね。正直。はいはい、なんかもちろん、うん、アグー豚、パイナップルアグー豚もうまいですけど、ね、はいはい、もずくうますぎっていう。だしもずく。だしもずく。レタスもうまい。レタスもうまいね。サブも活躍してるっていう、そう、最強の状態というか。で、お塩で食べるっていう。お塩で食べるとかも、いやだから大阪の方も行きましたよ。ね、ね、だからあの時沖縄行った翌々日でお母ちゃん大阪行って、大阪の三瓶っても行ってるからね。行って、うん、そこも美味しかったです、めちゃくちゃ。ね、まあ一応作りは一緒、仕組みは。そうですね。はい、だから大阪っぽいのもあるの、なんか。たこ焼きとか。いや、多分沖縄の感じやと思いますけど、ね。もう沖縄を味わえる、北新地で。でね、北新地もね、大阪では結構高級な、うん、まあいい、そうそうそう、場所ですから。確かに確かに。はい、だから、ほんま、あれですけど、大阪行くのは初めてで、うん、で、店員さんとかも多分、もう入ったばっかりでしょ、うんうん。だから説明とかしてくれるんですけど、うん、全然知ってますよ、みたいな感じの態度を出さんようにしました。なるほどね。またお母ちゃんのね、出ちゃったんだね。そうそう、出さんように。出さんようにね。知ってるけど、うん、あ、そうなんすね、って言って、はいはい、初見の感じで、はい、なるほど、全部、あれやったんだけど、対応させていただきまして。これどっから火が出てるんですか、やってない。あ、それね、確かに。それやったらもうわざとらしいよ。もうどっから火が出てるかわからん仕組みになってるって知ってるやつも、ね、はい、通販の、その知らんふりみたいな。なるほどね、まあまあ。確かにあれね、仕組み独特 で、うん、ですけどね、テーブルの、はいはい、そこの。いや、すごい。ありがとうございます。ね、三瓶亭さん、今年、まあ、大阪、うん、僕もちょっと1月行きたいと思ってますんで。あ、はい。よろしくお願いいたします。別の方がオーナーなんですよね。そうね。あの、谷さん。そうね。あの、大阪は。大阪。まあ、フランチャイズなんで。フランチャイズ。はい。はい、豚は沖縄から。はい。輸送してます、ね。輸送してる。お願いします。はい。じゃあ続いて、お母ちゃんもう一発行くか。ブルーシール。はい。ブルーシールさん。はい、新年のご挨拶、明けましておめでとうございます。昨年はブルーシールアイスクリームをご愛顧いただき誠にありがとうございました。本年も美味しいアイスを通してお客様一人一人の笑顔に出会えることをとても嬉しく思います。うん、まだ今年2024年はブルーシール本、牧港。牧港。はい。牧港本店リニューアルオープンの年でもあります。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールらしい生まれ変わった店舗と共にワクワクする企画などを考えておりますので、2024年夏オープン予定の新ブルーシール牧港本店、ぜひご期待ください。アイスがもたらす笑顔のためにブルーシールはこれからもお客様へ美味しさ楽しさを提供してまいります。イエーイ。いや、いいね、この美味しいのに楽しさっていいですね。確かに、はい。で、あの、お母ちゃんが一度、あの、岡田大江でも行った、はい。牧港本店は、今もうなくなって、はい。リニューアル中ですので。なるほど。はい。ここにもまた、もしかしたらアイスパーク、アイスを作るところができるかもしれないので、できるかも。何かちょっと、あの、ね、調べといて、ね、あの、また行きましょう。まあ、今年もね、もし、太陽子祭り、お声がかかるんだったら、また、来年、はい、去年と同じように、またこのワンチームで、確かに。行って、あの、新しい、うん、ものを追求しに行きたいと思います。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。で、ブルーシールさん、嬉しいことに、はい、ぜひ、また1年お付き合いしたいですってことをおっしゃって、もう泣きそうになっちゃった。なんか僕からね、普通は、また来年もお願いしますって言うもんだけども、はい、ブルーシールさん、ぜひ、ご一緒してくださいって、こう、嬉しいと思って、もう、ぜひともーって。ね、はい、いいと思うやん。ほぼ、森田和義は。はい。ってことで、もついてくれるかなって。はい、そんなこと俺には言えないわ。めちゃくちゃいいと思うやん。こっち、あと、はい、裏畳店からいつ、こっちもじゃあ、はい。はい。裏畳店ですね。はい。伊原社長からさん、走り歌ご視聴してる皆さん、はい、さい。はい。なんで裏畳店だっけさ、この読み方なのよ。実家でしょ。実家だからじゃないよ。実家だから直で聞いたらいいじゃん。いいかじゃん。直で、ね、じゃあ、浦添ニュータウンの裏畳店です。去年は地域の皆様や多くの企業の皆さん、そしてユンタクラフテーナイト。ユンタクがずっとカタカナやな。あ、まあ、これひらがなやな、これひらがな、はいはい。まあまあいいわ。ラフテーナイトから宣伝もあり、良き良き一年となりました。今年も一年いい一年になるよう、いい仕事をして、また出会った人の関係を大事にしていきたいと思っております。それと、岡ちゃん、今年も手だこ祭り、そして畳屋、そして我が家に遊びに来てください。美味しい沖縄料理をお迎えしたいと思います。はい、ありがとうございます。まあ、私の実家ですからね、はいはい、家にも行ったりしてますんでね、はい、また来てくださいとのことです。ありがとうございます。
イラブッチャーとかね。イラブッチャーね。あ、ヤギのお刺身。ヤギのお刺身とかも。はい、そうだそうだ。そうなんですよ。美味しいわ、あれ。いろいろありますんで。あ、ぜひぜひ。あのお刺身うまいな、確かに。うまい、ね。臭みもないし。うん、いいのよ、本当に。まあ、岩くんちょっとね、スケジュールの都合で行けなかったんだけど、うん、まあ、今年は、はい、あのぜひ、あのフルで、3泊4日で行ければと思います。うん。はい。という、感じですかね。いや、皆さんもいろいろ、たくさんにもまたスポンサーさんいるんですが、はい、あの、ちょっと割愛というか、あの、ぜひよろしくっていう、もう本当にシンプルな気持ちで、はい、お願いしますってことなんで、はい、あの、ぜひ皆さん、スポンサーのやってるお店とか、うん、内装とか、足場とか、うん、リハビリステーション、ガンジの扉とかですね、はいはい、いろいろありますので、ぜひチェックお願いいたします。はい。はい。ということで、はい。ちょっと、コーナー、はい。いきますか。コーナーですね。はい。ちょっと、もう、来週メインなんですけど、はい。ちょっと今月、当たりを、触りを、当たりを、触りを。頭の方にしてやってみ、やりたいと思います。はい。2024年だけど、2023年を振り返ってみよう。はい。ということで、岩くんがですね、はい。作ってきてくれました。はい。はい。じゃじゃーん。じゃーん。お、すごい。2023年1月から3月何があったのかっていうところ、ね。おー、こんな、はい、あ、私たちの、こう、うん振り返ってくれてるんです。これちゃんと知る。そうですね。あの、お母ちゃんを振り返りながら。ありがとうございます、はい、それは。あの、まあ、ちょっと違反も振り返ったり、はいはいはい、世の中の出来事を振り返ったりという。なるほど。これはですね、あの、ユンタクだけじゃなくて、実はどこでも使えますので、ここをキャプチャーして、はい、はい。ぜひ、あの、いろんなところで活用していただきたいと思います。伊庭くんが言うんじゃん。伊庭くんが言うんじゃん。それ大丈夫ですか、はい、勝手に入ったけど。全然自分が作ったいけます。伊庭くんが作りました。伊庭くんが一生懸命作ったやつじゃないですか。大丈夫です。伊庭くんと僕はもう、一心同体、二人三脚、三人四脚なんで。三人四脚って一人増えとる。はい。2023年1月、はい。1年前ですから、忘れてるでしょ。まあ、意外と覚えてましたね、でも。覚えてた？これ見たら覚えてるけど、はい。いやいや、その1月がもうやっぱ衝撃的すぎて。なるほど。1月といえばやっぱり、これですよね。はい、そうね。はい。ピュッ。はい。岡田の岡田が鏡越しに映る。はい。かっこ1週間動画配信お休みと。これは覚えてますよ。はい。はい。ありましたね。ありました。どういうことなんですか、これは。これは、何起こったんですか、まあ、毎年恒例にしてる、はい、あの、トンツカタの森本くんと、はい、鳥山生配信のお二人に、はい、こうお年玉を配るっていう、イベントがあるんですけど、はい、それを、まあ、その、お年玉渡すのに、うん、すいません、ちょっと現金裸で、はい、裸ですいません、はい、みたいな感じで、はい、全然いいですよ、裸でも、って、はい、そのお金取りに行って、その、現金自体はめっちゃ包まれてんのに、はい、岡田自体が裸になってるっていう、はい、でその裸ですいませんじゃないねっていう、はいはい、そう毎年恒例の、はい、イベントがあるんですけど、はいはい、それで、その、完全に、その、本岡田の方には、モザイク入ってたんですけど、はいはいはい、その、何ですか、その、鏡越し岡田には、はい、そのモザイク入ってませんでして、はいはいはい、だから、移動するたびに、チラチラその、映ってる、あ、そうだったんですね。のが起きまして、はいはい、で、それ、見つかりまして、はい、AI の反応。AI にね。はい、はい、AI すごい。で、それバンされて、はいはい、あの、毎日投稿が終わるっていう。なるほどね。はい、一旦一週間休みということで、そうです、はい。結構悲しかったですね、あれは。なるほど。はい。でもよく頑張った。そうですね。そこまでほんまに続いてたんで、毎日と。そうだよね。そうです。しっかりで休んだことだもんね。それを、一週間。見えまして、もう、って言ってまいりましたけど。はい。そうなんですよ。休むことになりました。しかもさ、映った鏡もまた細い鏡なんだよね。本当にこの、もう多分俺のこの手のちっちゃいぐらいの。めっちゃ細いんですよ。あれに映ったんだ。あそこに映って。はい。ちょっと、まあ、そう、男としては嬉しいですけど、はい、それで AI 判断されて。なるほどね。うわ、確かに。そうか。ちょっと腹立つな。意外そう言ってきたよ、今。今まで思わなかったけど、今腹立つ。今腹立ってきた。そう、今腹立ってきたな。そう。っていうのがね、ありましたけど。はい。まあ、岡田の岡田が映ったってことで。はい。もう一つは、はい。NHK 短歌、E テレ NHK 短歌に出演ということで、あの、岡田くんが教育番組に。教育番組に。出るということ。子が出たすぐ後ですね。確かに。が出た後に特にね、そのスポンサーさんからの影響とかもなく、はい、あの、セカハンも、はい、そうですね。続いてましたし、そうですね。地上波の CM。あの、特にどっからクレームが来るわけでもなく、皆様逆に、あの、僕に、うん、あの、お母ちゃんが、あの、このおちんこ出してね、うん、バーンされたことがニュースだったでしょ？なりましたね、なんか。ネットニュースに。ネットニュースになって、Yahoo のコメントとかもね。ね。怖かった。そのリンクを僕に送ってくる人もたくさんいたんで、スポンサーさんも。これめっちゃおもろいっすね。
まあ、まあ皆さんも優しいというかね、嬉しいですね。嬉しい方々とお付き合いしてるということですね。はい、NHK 短歌も出演決まってたんですけど、うん、全く、なんでしょう、騒ぐこともなく、逆に、打ち合わせでは面白がってましたもんね。ああ、そうですね。はい、よかった。許諾って取られなかったんですか、誰も。その、映ってるやつのスクショとかって。ああ。なんかそういうの広まってないなって。いや、広まってないから、うん、ほんまにいいお客さんなんですか。確かに。ほんまに持ってる人はいるかもしれないですけど、うん、全く、その、DM とかでも来なかったですし、そのチンチンが映ってますよっていうのは、そのコメント内だけに、とどまってて、うん、治安いいわ。それで確かに大事かも。確かに。まあ、まさに港区ですね。港区、治安いいけど、治安いいから。場所によるやろね。本気周辺はどうなんてなってくるし。あ、まあ確かに。まあまあまあ。その麻布周辺とかな、まあ、はい、なかなか治安いいかもしれない。アルゼンチン大使館とかね。いや、アルゼンチン大使館あるけど、近辺とか。元麻布の付近あるけど、ね、はい。あそこら辺はいいよ。その辺は確かに、のどかなね、はい、感じはあります。という感じで、はい、これをですね、来週、はい、この2月3月、はい、で、去年をいっぱい振り返ってきたと思います。はい、ということで、はい、そんな振り返るにあたって、はい、素晴らしい曲、お聴き、かけましょう。はい、おからこでペットボトルキャップ。ペットボトルキャップ、きっとここでストップ。罰当たるって思ってまう。忘れてったジュース、シンクに流した。君のことばかり見ていたな。お魚さん、こんにちは。せい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 スイミング。みんなで泳ぐの大好き。沖縄スイミングスクール。子供から大人まで楽しめるスイミング、ただいま会員募集中。ガルフにマカチョーケー。ガルフにおまかせダイエット、ガルフにおまかせ健康づくり。設備も充実、楽しく運動。スポーツクラブはガルフ。ガルフスポーツクラブ、富城、前田、牧港、会員募集中。ということで、お時間がやってきたようです。はい、ユンタクラフテーナイトでは、関西ご要望などあなたからのメールをお待ちしております。はい、メールアドレスは、ユンタクアットマークパッチューネ 21.com です。はい、X のハッシュタグはユンタクラフテーナイトです。ぜひ、たくさんつぶやいてください。はい、ということで、はい、先ほどにも、冒頭にもお話しましたが、はい、このルミナスネオ、はい、この10本セットを2名様に、はい、うん、あと、3別邸さんより、お、パイナップルアグーしゃぶしゃぶ、ほう、これをですね、セットの方、うん、なんと3名様に。すごい、はい、ルミナスより多いですよ。いやルミナスは2名様ですね。2でいいですか？え ?2 でいいですか？3名です。3名よ。優しい。ルミナスを3名様に。いますからね。で、ルミナスを3名様、しゃぶしゃぶを3名様、うん、計6名様に、うん、なんと当たりますんで、ね。すごいや、はい。で、お年玉ですよ。お年玉企画ということで。はい、でこちらはですね、それぞれ、ルミナスさんの会社ね、ドリームオンさんと、はい、あとアグーブタの会社から直接発送がありますので、はい、よろしくお願いします。はい、どうしますか？どうやったら当たりますか？いや、そう、キーワードをね、キーワード、言わないといけないんですけど、はい、それはもう、来週。来週行っちゃいますか？来週の、どこで言うか分かりません、ね、正直。頭なのか、頭途中なのか、ケツなのか、ね、はい。これはぜひ、はい、まあ、普通だったらね、お尻が、当たり前ですけど、はい、最後まで聞いてほしいから。そうです、ね。でも我々はね、はい、こういうところね、全く急に36分とかに言い出すかもしれない、ね。ここかってね、はい、はい、ありますんで。はい。ペットボトルキャップの最中かもしれません。あ、全然ありえる。あるのかそれもね。急に歌の最中に。確かに。件名をね。いや、急に。いいね、それ面白いね。言い出すかもしれない。編集大変やろ、多分分からんけど。はい、そんな切り抜いてそこを。やってもらおう。それやろ。まあまあやってみよう。そうしよう。そうしたらもうバレるやん。まあまあ、で、だからどこで曲行くか分かんない。いや、俺はもうペットボトルキャップの土地を押すわ。だからペットボトルキャップのところがね、はい、ルミナスネオのようにやってる可能性もありますからね。そしたらそれがキーワードってことなんでね。そういうことになりますので。はい、なるほど、はい。ぜひ来週も聞いてください。はい、ということで、今年もよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週。はい、ユンタク終わりましたが、ここで、新年のご挨拶、キッズエイトさんからも届いております。昨年はお世話になりました。今年はキッズエイトにとっていろいろなチャレンジをしていきます。春に向けて三栄浦末パルコやイオンライカムでの開講やプログラミング以外の国語、算数、英語などの塾で勉強する内容も春から追加する予定なので、子供たちにとってより成長できるカリキュラムとなります。昨年同様、今年もキッズエイトをよろしくお願いいたします。さあ、キッズエイトさん、
子供に対してのですね、いろいろな、支援、塾など行っておりますので、ぜひチェックしてください。さあ、さらに、浦添市からのお知らせです。新年祝賀会、こちらが1月5日15時から16時半で、ANA アリーナ、浦添市民体育館で行われます。新年の門出ということで、挨拶の場として市民及び各界の会僧が集う、ことを目的としております。会場では参加者の方々、会場を自由に動きながら挨拶回りをしたり、舞台では演舞や鏡開きなどが行われますと。さあ、あと、浦添市消防初出所式。消防出所式ですね。消防仕事始めの式典と、観覧式のほか、消防職員と団員による展示訓練や、幼年消防クラブ、保育園児のダンスなど披露、市民の防災意識の高揚と総合的な消防体制の充実を図ることを目的としています。こちら1月6日10時から12時、浦添市消防本部となっております。詳しくは浦添市消防本部にお問い合わせしてみるのはいかがでしょうか。さあ、そして、浦添市二十歳の集い、成人式ですね、1月7日14時、場所はアイムユニバース、テラコホール、大ホール。こちらはですね、2022年、天才ピアニスト、清塚信也さんがコンサートをしたと言われる場所でございます。さあ、民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられたため、名称を浦添市成人式から、浦添市二十歳の集いに変更しております。式典の参加者は従来通り20歳の人が対象となりますと。そうですね。成人式、変わりましたので、今は二十歳の集いとなって行っております。さあ、こちら、すべてのイベント、ぜひ浦添市まで問い合わせはお願いいたします。ありがとうございました。